はい、新しいフィットですね。今日はねこちらを、じっくり内装の方を見てみようと思います。今回のフィットね、ここのこの A ピラーがね、極細と、すごいこの A ピラーからね、ボディライン、すごいデザインされています。はい、ではお邪魔します。内装はね、こんな感じです。パワーボタンね、赤いんですね。ちょっと押せるかな。あ、押せた。すごい。こんな感じなんですね。この左側がね、これはパワーゲージになるみたいですね。あとここ操作系で何か変わるかやってみましょう。今回ね、ACC が0キロから対応しているということで、なんかねちょっと今のところ走ってないんで反応しないですね。でこれね、操作性がね良くなりましたね。今回の前のハイブリッドタイプはねすごい短いタイプだったんですが、今回はね、長くなりました。でブレーキホールドボタンが、今回から採用されたということで、ここがねものすごく広いですよね。こう座った感じこんな感じ、シートふわふわ、シート結構柔らかい、この部分がかなり細いということで、まあでもこの A ピラー、これが A ピラーか、これが A ピラーかっていう感じで、こっちはだいぶ太いですよね。ちなみにこれが、今回ここで救急が呼べると、緊急時にねこのホンダさんの方へこれでつながると。ちょっと押してみましょう。押されへんか今回ねこのダイヤル式になりましたね。あでもあこんな感じね、中に液晶が入ってるんやな。いいわいいわこれ、あこれいいわ、すごいなんかクリック感がねチキチキ言います。で下にね充電ポートありますね。タッチスクリーン、あスムーズスムーズ。今回ねこのスマートフォンとね連動して、まあ、駐車場スペースに車を置き忘れても、知らせてくれるという機能がついてますね。 EHEV ということで、まあ、新型のモーターが入ってるということですよね。こんな感じなんや。少しだけ羽になってますね。はい、ちょっと開けてもらいます。今フラットにした状態ですね。かなりね、でもちょっと段差ができるか、この部分ねだいぶ段差があります。惜しいな、これフラットにしてほしかったな。これちなみに後ろの扉、この辺がねちょっとこのプラスチックホーローっぽいね、白いデザインです。まあ高級感はそんなに感じられませんね。このシートねよく見るとこの部分が、革張り、まあ、合皮ですかねと、布素材になってます。いやすごいなんかねふわふわするわ。で今回ね給油口がねデザインがすごくかっこよくなったと思いますね。ちなみにタイヤは、横浜タイヤのブルーアース、フォームは、185の 55R16 16インチを配当します。で今回からフィットねこのシャークフィンアンテナに変わりました。これねどのモデルも、黒で統一されるということですね。でこちらね、クロスター、やっとクロスターって言えるようになったよ。クロスターモデルは、下の部分ここはね結構樹脂なんですよね。キャリアの部分は結構ね、大きくなってます。こんな感じでほらこれぐらい隙間がある。このフェンダーをちょっと通り越してドアの部分までねなんかこんな張り分けしてる。では続きましてクロスターの内装ですね。クロスターはね、フォームと違ってちょっとこのグレッシュグレーの色のトーンが、特徴的ですね。ハンドルは樹脂です。シートはねなんかフォームと違ってちょっとつるっとした感じ。汚れてもね、拭き取りやすいようになってるのかな。後部座席に乗ってみますね。小さめの腕置きがアームレストが出てきましたね。でクロスターもホームもこの肘置きがね運転席の方なかったですね。
はい、続きましてネス、フィットネスのネスですね。一応こちらがスポーツタイプになるみたいですね。このピラーの部分ね、このちょっと蛍光イエローのような、下のところにもねモールで、デザインがラインが入ってますね。黄色というか蛍光というかちょっと蛍光っぽいねイエローのデザインですね。で、フィットリュックスですね、まあフィットなのに高級感満載と。なんかねこれパッと見ね、茶色の、メタリックなんですけど、角度によってはねちょっとグリーンっぽく見えますね、リュックスね、乗ってみます。おすごい、ここ柔らかい。やっぱね、リュクスはこのシート、このキャメルっぽいね、革シートが、すごいいいと思いますね。ここも、ここも革。まあ、合品ですかね。そうね、やっぱこの下のこの部分、この辺までね、綺麗に塗装されてますね。あの、ツヤっぽいね、黒い、塗装がされてます。ここなんとも紙ね。リュクスはね肘置きがついてていいですね。この後部座席はね、全てのグレードで、肘置きがついてましたね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィットハイブリッドの内装をじっくり見てみたようでした。じっくり見えんかったけどな。じゃあね、もう